地は絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第2節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ホームで敵を迎え撃ちます。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。キックオフです。スペースを使う、ボールを外へ出す、ニアサイド、シュート、コーナーキックです。さあチャンス到来、ボール回しに嫌われた。放り込み、ハイボールを競り合う、空中戦、ボールが宙をさまよう、流れを止めた。これはピンチ、25分経過、スペースを埋めないと、キラーパスになるのか、ヘッドでパスを送る、
ドでつないで、走り込んできた。ゴール！なんてアートだ。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。トリッキーなプレース。シュート！前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。キックオフ。スペースを使う。ファーサイド。ゴール！マーベラス！スーパー！ビューティフォーゴール！素晴らしいゴールです。着実に点を重ねます。もう一度見てみましょう。叩きつけるようにシュート。この選手のポジショニングは本当に、サイドでしょう。微妙でしたね今。ディフェンダーも必死です。コーナーキックです。多彩な攻撃を見せてくれるか。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく、華麗なドリブル。アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。見事ハットトリックを決めました。ゴールはキレキレですね。スタンドはさあ、どちらがボールを支配するのか。危険なタックル。ヘッドでパスを送る。
ニアを狙った。決まった、ゴール、エクセレントゴール。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。この選手のポジショニングは本当絞ってきた。シュート。これはゴールキック。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。ヘッドで、おっとオフサイド。ちょっと飛び出しが早かったですね。選手交代がありました。キーパーに抑えられました。前が空いた。さあここからどう攻める。シュート。これはゴールキック。横にそれてしまった。合わせた。ゴール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 。ダイナミックゴール。得点は5対0。さあもう一度見てみましょう。インテリジェンスが伺えます。いいパスが出た。見たか、ゴール。得点は6対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。試合終了です。圧倒的な強さで1勝を挙げました。
さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、